聞かれました。あと、基本年額は月額どれぐらいですかとかですね、遡って払うことできますか。あと、年金の滞納は分割はできるんでしょうかっていうのが、滞納した場合ですね、聞かれるんですけども、とにかくですね、自己年金を作りましょうということですね。で、もう日本がどんどんやばくなっていく、経済的にもですね、厳しくなっていくのはもう明らかなので、自己年金を自分で作っていくと。で、これはですね、一番最速の方法というのは、やはりオンラインビジネス、ネットビジネスで、投資資金を増やしつつ、どんどんですね、長期投資回していくということですね。まあ、インデックス投資、SP500 とか、まあ、そういった、手法があるんですけども、とにかくですね、例えばまあ1億円を SP500 で貯めようとすると、毎月ですね、30万円ぐらい、ネットビジネスで稼いで30万円ぐらい積み立てていけば、16年で1億円になるっていうふうにもう予測ができてますので、こういったふうなリタイアもありですね。で、